そうだ、キリュウ。お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。 信じです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれないか。 おう、お前、無事だったか。どうした？一つ頼みがある。どういうことなんだ、桐生。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛てに電話をかけてきた。あいつには 俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から、弓は失踪中、遥かと錦山が接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そうだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。 切れちゃ出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。分かった。それじゃ、あのレイナが。嫌だよ、こんなの。キリュウ、お前がここに来る前、遥を探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ。 キリちゃん、このメモを見ていたら、もう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のことを愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。 それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当、バカだよね。でも、あなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ。 シンジか。お前どうした。レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ。よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの瓦が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。 それまで絶対に死ぬなよ。
俺だ。今どこだ？雑居ビル跡です。サイの川の近く。バッティングセンターの裏。分かった。すぐ行く。早く来てください。俺が行くまで死ぬな。
兄貴、今ビルの屋上に向かっています。でもこのままだとすぐに追いつかれそうです。わかった、すぐにそっちに向かう。ああ、昔キャバクラがあった雑居ビルにいる。田中のおじきは女連れて屋上に逃げてるぜ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前らも大至急来い。なんだと、アラセの兄貴。そいつはまずいな。兄貴が来たらビル中蜂の巣になっちまうぞ。兄貴が来る前に何とかして終わらせるぞ。とにかく来い。じゃあな。
キリュウさん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上、あんたに組やらされたくないんだ。お前シンジに銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場界を裏切ってる。 本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ち手が打てよ。シンジは打てて、俺は打てねえのか。何じんからやってんだバカ野郎。 レナ、さっさと弾いて終わらせろや。 Yeah.
兄貴。すみません。最後まで。シンジ。風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。わかった。アケミだな。兄貴。これを。シンジ。お前、シンジ、シンジ！I don't think I'm ready, no, not for that jelly, my honey, like Winnie the Pooh.